たくさんの本がある中で、僕の11年ぶりの新刊、私の中のこの邪悪な感情をどうしように興味を持っていただき、ありがとうございます。インターネットが生活の一部になって、今はたくさんの情報媒体があります。だから、11年前に最後の書籍を出してからは、別にもう本っていう形じゃなくてもいいんじゃないか。 動画配信でだって、音声ファイルでだって、セミナーでだって、必要な話を必要な人に届けることはいくらでもできるじゃないか、と思っていました。一冊の本を作るという大変な作業に比べたら、もっと短い時間で効率的にメッセージを届けることができる。でも、11年ぶりにこうやって本を書いてみたら、やっぱり本でなければ伝えられないこと、本でなければ出てこない言葉、 っていうのはあるなぁと改めて思いました。本は紙とインクではない。単なる情報ですらない。それ以上の何か不思議な力がある。たくさんの著書を出してきましたが、やっぱりそんなふうに思えます。僕自身の人生を振り返ってみても、苦しい時に自分を救ってくれたのは本との出会いでした。なぜかちょっと気になって手に取って読み始めた本。 それがきっかけでした中村天風、ルドルフ・シュタイナ、シモーヌ・ベイユといった僕の人生を変えてくれた人たちと出会ったのももちろん本においてでした。そういう本との出会いにはリアルに人と人が出会うようないやきっとそれ以上の意味があると思えるんです。よく一人で悩まずに一人で苦しまずに人に助けを求めなさい。 誰かに話を聞いてもらいなさいって言いますよね。でも本当に苦しい時、本当に人生がどん底の時って人に相談しようとしても聞いてくれる人がいないものです。誰もわかってくれない。誰も親身になってくれない。そう思ったことが君にもあるはずです。本当に助けが必要な時には自分は一人ぼっちだ。 それでもなんとか人に助けてもらおうとすると弱っているこっちの足元を見ていいように利用してくる人たちもいます。そうやってひどく裏切られ傷つけられたことが僕にもありました。そんな時一人ぼっちの僕らを救ってくれるのが本だと思うんです。本は悪いけど今忙しいからなんてことは言いません。こっちだって大変なんだよ。ネガティブな人と話すとこっちの運気が下がるんだよ。 なんて冷たいことを本は言いません。君がページを開きさえすれば、いつだって、いつまでだって、君に寄り添ってくれます。そういうことは、ちょっと本にしかできないことなんじゃないかな、と思うんです。私の中のこの邪悪な感情をどうしよう、もう、きっと君にとってそういう本になると思います。今の時代は、自分最高、ありのままの自分が大好き、 と言っている方が何か質の高い生き方をしているように思われます。でも君は今の自分に納得できていません。ありのままのあなたでいいのよと人から言われてもどうもしっくりきません。そうじゃないでしょうか。今の自分が本来あるべき自分だと思えないのだとしたら、そして自分はどうしようもなく一りぼっちだと思えるとしたら、どうぞこの本にチャンスを 与えてください。私の中のこの邪悪な感情をどうしようは、君が一生大切にしてくれる本になるはずです。人間関係や仕事などにおいて苦しくなった時には、いつも本棚から出してきて繰り返し、繰り返し読んでくれる本になるはずです。最後まで聞いてくれてありがとう。いつか君と直接お会いできる日を楽しみにしています。 石井博之でした。